水木の法的な保護者は実の父親である沖浦蓮司だ。あいつの許可は取ったんだろうな。それが連絡が取れないのよね。え？だがあいつは所轄の警察で。事情聴取は昼過ぎぐらいに終わったみたい。その後ふらりと行方をくらましちゃって。どうして？さあ、私に聞かれても。今やらなくていつやるのよ。アビスはこういう時のために結成された組織よ。それに水木の潜在意識に潜り込めば彼女を助けてやれるかも。水木の失声症は心因性のものよ。彼女は今心に深い傷を負ってる。実の母親のあんな姿を見ちゃったんだもの。無理もないわよね。彼女の脳内にシンクすればその傷を癒してやることも。伊達くん、あなたしかいないのよ。水木を助けてやれるのは。このタイミングで聞く？それ、手がかりがないからシンクしてって言ってるの。もしかしたら水木は現場で何かを見たのかもしれない。その何かのせいでメリーゴーランドの柱の中に隠れたのかも。ところが彼女は何を聞いてもうんともすんとも言わない。こうなったら彼女の潜在意識に潜り込むしかないでしょ。なあピューター、相棒の性格についてだが、もうちょっとこうなんとかならないもんかな。なんとかって？もう少し控えめにというか、おしとやかな感じにしてもらえると。もしもそんな風に改造しやがったら、お前の眼下の中で自爆してやる。聞こえてたか。水木はまだ12歳だ。本当に大丈夫なんだろうな。装置の安全性は十分保証されてます。心配ご無用です。今のところバイタルサインは安定してます。脳波も正常。このままならいけそうです。まもなく終わります。伊達くん、シンクルームへ。わかったよ。あ、伊達さん、水木ちゃんの様子がちょっと変だ。心拍数が上昇してるし、脳波も乱れてる。もしかしたらこれから何をされるのかと思って不安になってるのかも。伊達くん、彼女を安心させてやって。安心させるってどうやって？失声症は心の病よ。耳はちゃんと聞こえるし、言葉も理解できるはずだから、とにかく何か話しかけて。んなこと言われたって。俺はこれからお前の頭の中に潜り込む。犯人に関する手がかりを見つけ出すために。それだけじゃない。水木の心の傷を癒してやるのも目的の一つだ。失声症が治れば彼女自身の口から情報を聞き出すことも。これからこいつを使ってあることをするが、大丈夫。何も怖がることはない。痛みはないし、後遺症もない。全てが終われば元通り、何事もなかったように日常生活に戻れる。水木、お前には話してなかったが、俺は普通の警察官じゃない。警視庁の特殊捜査班アビスってところに所属してる。正式名称はアドバンストブレインインベスティゲーションスクワッド。最先端の技術を利用して人間の脳内を操作する。そのために結成された組織だ。
世の中にはいろんなタイプの容疑者や参考人がいる。嘘つきだったり、何も話してくれなかったり、頭を打って記憶喪失になっちまうやつもいれば、心に深い傷を負って記憶を閉ざしてしまうやつもいる。そいつらから手がかりを得るにはどうすればいい？頭の中に潜り込めばいいんだ。真実は必ずその中に刻まれている。そいつを見つけ出すのが俺たちアビスの仕事なんだ。シンクってのは誰かの潜在意識に潜り込む行為のことだ。心の奥底に向かって沈んでいき、対象者の深層部分と同期する。この機能全体のことをシンクシステム、潜り込む人物のことをシンカーという。シンカーは対象者の夢の中、ソムニウム世界に入り込む。ソムニウムとはラテン語で夢のことだ。アビスには合計で6人のシンカーがいる。そのうちの一人が俺なんだ。なあ水木、全部終わったら、そうだな、お前うなぎをさばくところ見るの大好きだっただろ。くねくねとのたうち回ってるうなぎを目打ちでまな板の上に固定して。伊達、伊達さん、心拍数が正常に戻りました。脳波も安定してます。伊達君、配置について始めるわよ。ああ、伊達さん、一つ言い忘れていたことが。シンクシステムに新しい機能を追加しておきましたから。新しい機能？シンクすればわかります。とても便利な機能ですよ。なんだかよくわからないが、了解だ。伊達君、準備はいい？ああ、いつでも OK だ。いつも言ってることですが、ソムニウム世界に潜っていられるのは6分が限界ですからね。それを超えたら、シンクした自我は対象者の脳内に取り込まれて。分かってる。必ず6分以内に手がかりを見つけて戻ってくる。頼んだわよ。じゃあ始めましょう。なんだよそれ。ちょっとな、未来からやってきた暗殺者風に登場してみたかったんだよ。どうせやるなら全裸でやれ。ここはブルームパークか。落雷に巨大な鳥かご、今の水木の心の状態を象徴してるのかもな。やはり翔子が殺されたことが水木にとって大きな心の傷になっていたということか。水木はきっとあの柱の中にいるはずだ。手がかりを得るためにも、あの雷と鳥かごを取り除いて水木に接触してみないとな。さて、さっさと調べないと時間がなくなるぞ。その必要はない。周りを見てみろ。周り？これがピュータが言っていたシンクの新しい機能だ。時間を止めることが？私が立ち止まってる時だけな。まあ厳密に言うとものすごくゆっくりとではあるが、時間は流れているんだが、
今、私とお前は超高速で情報の伝達を行っている。だから、あたかも時間が止まっているように見えるだけで。簡単の夢って知ってるだろ？中国の故事だな。ある青年がほんのちょっとうたた寝している間に50年にも及ぶ一生の夢を見たという。それと同じだ。夢の世界の時間の流れは現実世界のそれとは異なる。とにかくこいつは便利な機能だ。ソムニウム世界にはおよそ6分間だけしか滞在できない。だがこの機能を使えばじっくりと探索を行うことが。よし、では早速だが始めよう。ソムニウムスキャン開始。まず水木の元へたどり着くために鳥かごに落ち続けている雷を何とかしないと。雷は高いところに落ちる性質がある。それを利用すればいいってわけだな。翔子の写真にアイスピックが。相棒、向こうのスピーカーが振動してるぞ。うん。このアイスピックと連動しているのか。さて、どうするか。いいか、水木の心を癒すのが最優先だぞ。わかってる。翔子の写真にアイスピックが刺さってる。そうだな、母親のこんな姿見たくないよな。全然先端が出てこない。なんだこれは。おい、向こうの方からも何か出てきたぞ。伸びた柱が飛来心の代わりになったな。これでも鳥かごに近づいても問題なさそうだ。さて、次はこのでかい鳥かごをどう外すかだが。だて、タイミーが手に入ったぞ。タイミー？タイムインダクションマターインエンセファロンの略だ。脳内の時間制御因子を誘導できる物質のことで、これを使えばソムニウム世界の時間の流れを早めたり遅くしたりできるんだ。そいつもピュータが導入した新しい機能か。ああ、まるで夢のようだな。というか実際に夢だからな。夢の世界だからこそそんな不思議なことができてしまうのだ。うん、とにかくわかった。積極的に使わせてもらうことにしよう。巨大な鳥かごだ。よし、わかった。まあ、そりゃダメだよな。スピーカーのマイクのようだな。
柱と一緒に出てきた制御室だ。入ってどうするつもりだ？制御室だからな、いろいろと制御できるかもしれない。そんなにうまくいくとは思えないが。いいから。ここは制御室の中ではなさそうだな。出口もなさそうだ。だが見るからに怪しいものが置いてある。怪しい鳥かごが2つあるな。中に何か入ってるみたいだ。調べてみよう。伊達さん、残り5分切りました。鳥かごだ。中には破かれた紙のようなものがある。まあこれくらいなら。そこ重い。何も起こらないな。鳥かごをどかしただけだからな。バラバラになった紙のようなものがある。任せろ、こういうの得意だ。できたが、これは…うわっ！外に出られた？ずっと辛い思いをしていたのかもしれない。だが鳥かごは外れた。これで瑞希のところへ行けるだろう。あの速度で回転している馬どもを見て、よくそんなことが言えるな。そこは気合でなんとかなるか。しょうがない、次はあの回転を止めないとな。伊達さん、残り4分切りましたよ。パンダの頭が回っている。
よし来た。ちょっやばいやばい、遠心力でぶっ壊す。回せば回転が強まる。なら止めるに。パンダの頭がいる。さっきのスピーカーの例があるだろ、うん、なるほど、こいつも連動していたのか。そういうことだ。あ、瑞希が。瑞希のところへ行こう。わかった。残り3分切りました。伊達さん。瑞希だ。大丈夫か？だって…だって…言葉を取り戻したみたいね。瑞希、あの人影は何だったんだ？人影？ほら、お前のソムニウム、夢の中に現れた。伊達、そんなことを言っても瑞希にはわからない。彼女はあのソムニウムを経験してはいない。あれはお前が彼女の脳内で見た夢なんだ。だから大丈夫だって言ってるじゃん。
つこい。しつこいと言われるほど何度も聞いてないはずだが。圧がしつこいの。圧ってなんだよ。その体からにじみ出てくるヘクトパスカル的なやつだよ。よかったじゃないか、いつもの水木に戻って。この潮太陽こそが水木にとっての平常運転。こんなことなら言葉をなくしてた方がマシだったよ。なあ水木、例のメリーゴーランドで誰か見かけなかったか？うん、見た。メリーゴーランドから少し離れたところ、隅の方に立ってて。どんなやつだった？わからない。遠かったし暗かったし、雨も降ってて。それで私、怖くなって柱の中に、柱の扉、少し開いてたから。今は大丈夫。でも、あの約束は忘れてないから。約束？うなぎのこと連れてってくれるんでしょ？聞こえてたのか。失声症は言葉が喋れなくなる病だ。耳は普通に聞こえる。わかったよ、すべてことが片付いたらな。それは言えない。どうして？言いたくないから。答えになってない。そいつがナイルのメッセを送ってきたから。お前は現場に。どう考えてもそいつが怪しいだろうが。答える気はなさそうだな。こうなってはテコでも口を開かない。水木はそういうやつだ。やけに詳しいな。彼女を何年見続けてきたと思ってる？もう4年になるか。お前の知らないことまで知ってるぞ。例えば？ああ、やめておこう。聞きたくない。ちなみに水木の携帯はすでに調査済みよ。でも履歴が全部削除されちゃってて。今ナイルの送信者の解析を行っていますが、しばらく時間がかかりそうです。相棒は人工神経によって伊達さんの脳内とリンクしています。極端に言うと相棒は伊達さんの脳の一部ということに。このためシンクの際に伊達さんの自我データと合わせて相棒のメインプログラムの一部も対象者の脳内に送り込まれることになります。ただしあくまでも一部です。相棒の全ての機能が転送されるわけではありません。だからソムニウム内の相棒はアホっぽいのか。アホって言うな。ああ、あれですか。こっちでモニタリングしていたので知ってますよ。なんだと思う？おそらく水木ちゃんが現実で見た何者かがイメージとして投影されたものだと思います。夢は見ている人物の記憶によって構成されるものです。記憶にないものはソムニウム世界には現れない。とはいえ現実で見たものがそっくりそのままの形で再現されるわけでもありません。例えば伊達さんはさっきのソムニウムでたくさんの奇妙な現象を経験しましたよね。当然ながらあれは現実に起こった出来事ではありません。夢は様々な記憶が複雑に絡み合って構築されるもの。それを紐解いて手がかりを見つけ出していくのがシンカーの仕事です。ところでピューター、さっきのソムニウムで
相棒は人の姿をしていた。今まではあんな見た目じゃなかったはずだが、あれは相棒自身が考えたものです。え？喜べ。お前の好みに合わせてデザインしてやった。はあ？あれのどこが俺の好みだって言うんだ。私はお前の脳内の隅々まで熟知している。隠すことはない。ピューター、相棒がバグった。バグってなどいない。どうやら相棒のやつ、人の姿に憧れちゃってるみたいで。憧れてるわけでもない。ちょっとしたサービスの一環だよ。伊達は私にとっての宿主みたいなもの。その主を喜ばせてやろうと。喜ぶか、あんなもん。通常夢の中では夢を見ている本人の姿は現れません。夢は主観的に一人称視点で見るものです、普通はね。けれど真空中は少し事情が異なります。シンカーは対象者の潜在意識に潜り込み、そこで再現される夢を経験します。要するに対象者の脳内で演じられる舞台をシンカーが足を運んで見に行くようなものです。なのでそこでは役者である主人公が姿を見せることになります。シンカーはそれを客観的に三人称視点で見るのです。ピューター、犯人は誰だと思う？そうですね、もしかして伊達さんだったり。え？冗談ですよ。は？わかるわけないでしょ。まだ情報が足りなさすぎるわ。捜査を続けて。報告はいいわ。シンカーが真空中に見た光景は全てこっちの制御室に映し出されるようになってる。つまりソムニウム世界の出来事は常時私たちがモニタリングしてるってこと。言わなくても知ってるでしょ。僕が開発したんですよ。すごいでしょう。というわけだから、あなたが妙な人影を見たことも知ってる。本当、何だったのかしらね、あれ。よかったわね、治って。あなたがさっきのシンクで彼女の心の傷を癒したからよ。あなたたちと言うべきかもしれないけど。さすが。ボスはよくわかってるな。瑞希が言葉を取り戻したのは私の功績によるところが大きい。お前は俺の指示通りに動いただけだろ。伊達君、瑞希はあなたを必要としてる。守ってあげて。そうね、一つあるわ。ねえ瑞希、あなたは昨夜柱の中で発見された時アイスピックを持ってたわよね。あれはどうして？あそこに行った時刺さってたの。ママの左目にアイスピックが。私気が動転してとにかく抜かなきゃと思って、それでパニックになって引き抜いた。うん。それを握りしめたまま柱の中へ。そう。瑞希、もう一つだけ聞かせて。とても大事なことなの。あなたがアイスピックを引き抜いた時、翔子の左目に眼球は？多分なかったと思う。左の眼下は空っぽだったのね。うん。ありがとう、参考になったわ。こういう時ボスは役に立つな。聞きづらいことをズケズケと聞いてくれる。とにかく眼球をくり抜いたのが瑞希じゃないってことは分かったな。瑞希が現場に着いた時にはすでに抜き取られていた。眼球は付近からも発見されていないし、
おそらく殺害現場で摘出されたと考えるのが自然だろう。とにかく話は分かった。水木は現場で怪しげな人影を目撃、だが正体は不明と。もしかしたら現場に何か手がかりが残されてるかもしれないわ。伊達くん、悪いけどもう一度行ってもらえる？ブルームパークへ。Thank you.